いや、この動画は無職パートに行くパート5パート4だっけ、パート5だっけ。まあ今日のご飯はこれとポテチ、海苔塩、薄塩、コンソメ、さつま芋チップ、麦チョコ、ビッグ担々麺。今日はちょっと買いすぎた感はある。うん、ミスった。で、無職パートに行った5回目の話でもしますかね。いや、今日照明写真の撮り方を学びました。難しいっすね。なんか覚える手順とかも多くて、接客する時のなんか説明とか態度とかも難しいなと思いました。まあああいうのって緊張しちゃいますね。なんか練習だからって言っても、何度もやって何度もその反復で覚えていくしかないのかなって感じですね。で、仕事終わった後にその帰宅中の徒歩で考えてたのが、どうしたらその手順とか抜けないかなって。で、結構マニュアル化してるのかなって感じもするし、いや、そうじゃなくて、ちゃんとマニュアル化もしてるけど、いかにその照明写真でお客様のことを綺麗に撮れるかとか、よく撮れるかっていうことを考えれば、なんか自然とああいう接客サービスになるのかなみたいなって思ったんで、そこをいかにどういうふうに考えていくかっていうのが大事かなと思ったんで、マニュアルをボンって頭でね、叩き込んでね、詰め込み教育っていうか頭に入れるよりも、どういうふうにうまく撮れるかとか、どういうふうに接客できるか、うまくね、お客さんによくし、いいふうに思ってもらえるかっていうのを基本に考えた方が案外早く覚えるのかなと思ったんで、方針としてはそういう感じでいこうかなと思いました。で、前職でもなんか似たようなねことは あったんで、それをどういうふうに覚えてたかって思い出したら、まあ、ただひたすらやったっていうのもそうなんですけど、失敗するたびに悔しかったんですよ。悔しかったから余計覚えたみたいな、次こそは負けねえぞみたいな。で、悔しかったんだけど、その悔しかったせいが、悔しかったっていう感覚が自分から生まれたもので、他人になんかどうこう言われたからとかじゃないんですよ。なんか叱りを受けたとか説教されたとか、そういうことじゃなくて、自分からあ、できなかったから悔しかったなみたいな。で、それに対して周りのその教えてくれる人たち、上司とかその先輩とかのアプローチとしては、なんか基本あそこ間違ってたねぐらいで、なんか何も言わない、それが ある意味良かった、俺的には。いや、だから本当に周りの環境恵まれてたんだなって、前職も、まあ、今はそんな感じなのかなって分かんないですけどね。いや、本当先輩とか上司とかには感謝してます。はい、前職のね、なんだ、あだこうだ言われるよりも、なんか自分で間違えて自分でそのミスに気づいて、それを少しずつクリアしていく方が自分のペースでやれるから、基本強くなれますよね、覚えれますよね。あれもダメこれもダメってどんどん言われる方が、全然頭パンクしてオーバーヒートしちゃって、全然覚えれないって最終的に終わるっていうケースの方が多いのかなって感じしました。そういった面では本当にただただ寄り添って支えてくれた先輩方には、上司には本当に感謝してます。はい、今回もそういう会社であることを願います。では以上です。じゃあね、バイ。ん、デメロンクリームの話は終わったしな。水星の魔女の話する？いや、水星の魔女の話もいいか。あ、また今度、違う動画でやるかな。では、じゃあね、バイ。